はい、アナパンです。僕は航空管制官エアポートヒーロー羽田の続き遊んできます。はい、本日は第3弾ショートシナリオパックの DLC9 の3をやっていきます。10時から10時25分までの25分の完成ですね。政治情報としては連続離陸出発ラッシュの A 滑走路というところで、第1第3ターミナルの多数の航空機が一斉に出発、冷静かつ的確な指示で航空機を効率よく飛び立たせようというところですね。でボーナスチャレンジとしては滑走路 16L から2機の離陸達成と着陸復行指示をせずにクリアというところですね。ではやっていきましょう。はい、ではスタートですね。 NPA963INR93 出発便の2機からのスタートですね。 NPA963 は第3ターミナルから、 INR93 は第1ターミナルから出発ですね。はい、では出発便の NPA963 ですね。第3ターミナルから出発で、ボーナスチャレンジは 16L から2機の利益達成か、こっちっすね。なるほど。まあ、とりあえず 16R から離陸させ、NPA も第3か、16L 行きましょう。ちょっとこういう時は、先に JSL98 見ましょう。はい、到着便、南から来てます。第3ターミナル到着予定。ですので、こちらは 34L に到着させましょう。はい。で、INR93 見る前に、第2ターミナル、あれっすね。第2ターミナルが出発しなさそうな気がするな。だから、INR93 を 16L から離陸させましょう。はい、では出発便 NPA106。こちらは 16R から離陸させましょう。もうボーナスチャレンジは取れてるので、基本的に 16R から出発便は離陸させる。到着便は別の滑走路使うとかっていう、ちょっと切り替え時かな。はい、続いて出発便の INR20 第1ターミナルから出発。こちらも 16R から離陸させましょう。はい、続いて JSL98 着陸許可出しましょう。ランウェイ 34L に到着ですね。で続いて到着便 JSL355 が来ました。南から来てます。第1ターミナル、なるほどね、そのパターンか。よし、これは JSL355 は 34R 使いましょう。はい、では出発便の NPA963 離陸許可出しましょう。ランウェイ 16L から離陸ですね。はい、これで JSL98 がランウェイ 34L に到着ですね。で先に NPA6983、 こちら第3ターミナルから出発、 16R から離陸させましょう。で JSL98 が到着と。はい、では到着した JSL98 ですね。こちら、スポット111に入れましょう。で NPA106 出発便ですね。ランウェイ 16R から離陸許可出しましょう。はい、続いて先に NPA が離陸したのでディパーチャーハンドオフしてから INR93 離陸許可出しましょうか。はい、 INR93 離陸許可出しましょう。 16L から離陸して、これでボーナスチャレンジ達成ですね。でも INR20 はもう滑走路内待機に切り替えましょう。はい、これで NPA106、ラムエ 16R から離陸ですね。
はい、JSL355 着陸許可出しましょう。34R に到着ですね。で、ボーナスチャレンジ1個目達成。で、INR20 は指示ができずに、ちょっと一回怒ってますね。これでランク S があってならなければいいんですけど、INR これで離陸許可ですね。はい。で、INR20 離陸許可出したので、はい。この指示が終わったら、NPA 滑走路内待機、ちょっと早いかな。INR ディパーチャーハンドオフして、NPA を、はい。ここで滑走路内待機に切り替えましょう。はい。これで INR20 ラメ 16R から離陸ですね。はい、これで JSL355 がランウェイ 34R に到着ですね。はい、先に NPA6983 離陸許可出しましょう。はい、では JSL355 はスポット3に入れましょう。で、ここで NPA6983 も離陸ですね。ランウェイ 16R から離陸と。なんだってランク B まで持っていけない。少しでもポイント取る。ほんと着陸復興。何ポイントくれるかっすね、ほんと。いけるか、ランク S。頼む。ランク A は見たくない。よし、来たー。はい、では続き行きましょう。はい、次は DLC9-4 ですね。17時40分から18時までの20分の管制ですね。制情報としては、東整備エリアへの誘導は慎重にというところで、夕暮れの東整備エリアに多数の動員機が一斉に移動、ヘッドオンにならないようルート選びは慎重に行おうというところですね。ボーナスチャレンジャーとしては滑走路 16L から1機の離陸達成と動員機を停止させないで移動完了ですね。ではやっていきましょう。はい、ではスタートですね。もう4機います。到着便 SAR639 南からですね。で、まずは動員機ですね。JSL98。こちらがスポット109から806。これ、こちら移動させましょう。で、続いて NPA460 出発承認と。で、続いて SAR639。南から来てます。第3ターミナル到着予定ですので、34L 使いましょう。この20分の間、投影機は何機出てくるかっすね、ほんと。はい、では出発便の NPA460 ですね。こちら第2ターミナルから出発。で、ボーナスチャレンジが 16L ですので、16L から離陸させましょう。はい、では到着便の NPA3852 ですね。こちら南から来てます。第2ターミナルですので、34R 使いましょう。はい、続いて出発便の INR93 ですね。第1ターミナルから出発。こちらは 16R から離陸させましょう。かー、そういうパターンか。お ?JSL694 投影機。こちらは801の方に移動っすね。先に移動させましょう。南に行くパターンかと思ったんですけど、上行くパターンか。はい、続いて到着便 JSL186 南から来てます。第1ターミナル。
これが NPA がこの大きさっすね。分岐しない。まあ、34L で行きましょうか、JSL。はい、続けて到着便 SAR639 ですね。こちらランウェイ 34L に到着です。着陸許可出しましょう。はい、続けて NPA460 ですね。離陸許可出しましょう。ランウェイ 16L から離陸です。 JSL はちょっと近いので、で30ノットの差があるので、ちょっと減速ですね。230ノットに落としましょう。で SAR639 がランウェイ 34L に到着。先にタワーハンドオフ指示出して、はい、ここで SAR 到着ですね。はい、到着して SAR639、 こちらスポット111に入れましょう。はい、ここでボーナスチャレンジ取れましたね。滑走路 16L から一気に離陸達成と。はい、続いて NPA3852 着陸許可出しましょう。ランウェイ 34R に到着ですね。はい、INA93 は離陸できないですね。ちょっと待ちだな、これ。JSL 待ちっすね。これでポイント取れないとかないよね。はい、JSL186 着陸許可出しましょう。ランウェイ 34L に到着ですね。ということは、投影機は2機で終了かな。はい、先に NPA3852 ランウェイ 34R に到着ですね。はい、投影機が連なって移動しているという風景を見ながら到着ですね。はい、では到着した NPA3852 ですね。こちらスポット55に入れましょう。で、これで JSL186 がランウェイ 34L に到着ですね。はい、これで到着と。すぐに滑走路内待機に切り替えましょうか。間に合うかな。よし。で、続いて JSL186 一番近いところ、スポット17に入れましょう。で、ポイント取るためにもう離陸許可出しましょう。はい、投影機これでランク S 来ましたね。けど JSL694 この投影機が南行くラインだったら危なかったな。よし、ここで INR93 がランウェイ 16R から離陸ですね。
いやーショートシナリオパックでランク S4 連続はすっごい嬉しい。ラストいけるかだな。ラストだけエクステンドモードっすからね。うまくいくかどうか。ということで、この INR93 を見ながら終了にしましょう。やっぱ大体 A はこれになるな。夕暮れん時は。はい、これで終了ですね。はい、というところで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。